ジャンジャランジャララ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 ラン、ジャランジャララ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 ラン、ジャランジャララ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 ラ。 Why haven't I told you? Oh baby, I told every little star just how sweet I think you are.今日は何なんですかな。真っ白な髪を出されてさ、ゲスト来てんの。じゃあ入ってきてどうぞ。では登場していただきましょう。今回のゲストはこちらの方です。どうぞ。どうも、おひめさん。こんにちは。あなたは誰ですか？あ、私ですか。はい。吉田と申します。吉田さん。はい。はい。じゃあよろしくでございます。吉田拓郎さん。はい。はい、よろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。で、今日は今日ははい。星野の知らない、はい、タバコの世界。タバコの世界。星野さん、タバコはあまり知られてないって言ってたんですけど。いや、まあ吸わないですし、そもそも一生吸うつもりないんで、はい。とりあえずこのスタジオ禁煙なんで、ちょっと形だけということで戻させていただきます、ね。ああ、なるほど。私には無縁の存在でしたのでね。でも知識ぐらいは知っておいた方が得かと。あ、まあ将来的には使うかもしれませんからね。まあ知っておいた方がいいんじゃないでしょうか。ということでね。なるほど。私の経歴を言うと、まあ普通に中学高校大学と、まあ、学歴を重ねていたきまして、でまあ JT に就職しました。はいはいはい。でまあ JT で今あのタバコのね部長をしております。で今回星野さんと喋らせていただくということで。ああ、なるほどなるほど。タバコの世界を星野さんに思いっきり話そうと思います。ちなみにさ、JT の会社って禁煙なの？ JT は全面喫煙可です。お、今の世の中だと珍しいけど全面喫煙可能なんですよ。やっぱ禁煙やってのはないんですよ。だから基本的にみんなタバコ吸う人みたいなんじゃないのね。逆にタバコ吸えないと入れないみたいな。いや、そんなことはないんですけど、片身は狭いかもしれないですよね。ああ、分かりました。じゃあやってみましょう。やっていきましょう。お願いします。まず星野さん、はい、タバコの世界なんですが、星野さん、タバコっていろんな銘柄があるじゃないですか。まあマルボロとかね。どんぐらい言えますか？マルボロ、ホープ、ウィルキンソン。ウィルキンソンは炭酸です。聞けばわかるね。あとなんだっけ、メビウス。聞けば出てくるぐらいだね。吸わないから別に、銘柄はあんま覚えてないね。なるほど。え、星野さん。はい。重ねて質問するさせていただくんですけど。何ですか？タバコって全部 JT が作ってるわけじゃないっていうのはまあわかりますか？まあそれは海外にもありますからね。わかりますか？まあ、それはもちろん。マルボロはどっちですか？マルボロは JT じゃないですか？マルボロは外国産です。そうなんですか？意外と日本で吸ってる人が多いタバコの中にも半分以上はまあ外国産だったりすると。あ、それは知らなかった。日本でもポピュラーなものも意外と外国で作ってるとかあるんですよね。深いわけですよ。それは知らなかった。で、今から銘柄を一個ずつ説明していくんですが、星野さん、まあ、じゃあセブンスターでちょっと話をしたいと思うんですけど。セブンスター聞いたことある。それで星野さん、はい、何でしょう。セブンスターで話させていただくんですけど。あ、はい。
名前を聞いたことあります。セブンスターあります。はい、うちにセブンスターありますね。これ何が違うか分かりますか。え、柄なんかあのセブンスターの左側の方がなんかセブンって点々で、模様は関係ないとして、あれ模様は関係ないんですか。じゃあ左側の方には7って書いてあるのに右には書いてないと。はい、これ何でしょう。普段座らないとかしたら分からないかもしれませんね。タール、タール、タールス的な。ああ、当たりです。当たりですか。セブンスター、そっちなん、タール7ぐらいで、タール10ぐらい。14です。あ、そっちの方がやっぱ多いね。これはセブンスター14です。もともとの一番ノーマルなポピュラーなセブンスターです。一応タール7のセブンスターハーフサイズみたいなやつですね。こっちは14なり割る2で7みたいな感じですね。ちょっと軽いんですね。まあ俗に私はちょっと格好つけて、こっちはセブン2つ、ダブルセブン、ダブルセブン、こっちは14なんで、まあ、14割る2で7が2つということで、トリプルセブンだと思います。まあ人によっても名前は違うと、まあ、セッターと呼ばれるやつですね。まあ、これでまあ話をしていきたいと。ただ星野さん、はい、これセブンスターの、とりあえずセブンスターの話をまたしていくんですけど、これタール数分かっていただいたと、ある程度は。ただこれとこれはまあ分かりやすいから、セブンスター同じセブンスターです。上の方が12って書いてありますね。まあ、それはタール数です。12なのに7って書いてあるんだね。これはタール数の違いとは別に何か違いがあるんですよ。箱の色、面、なんかあのセブンスターの下に書いてあるね。なんか分かります。うん、なんて書いてありますか。面ソール、メンソールです。メンソール、逆に言う、俗に言うメンソール味、スーッとするやつですね、が入ってるのは、まあ、メンソールと呼ばれます。基本的に、はいはい。なのでこっちは普通タバコ味だとすると、こっちはスーッとするという、スーッとするタイプ、スーッとするタイプのやつと覚えてもらえば良いと思います。これとりあえずメンソールの関連性も分かりましたかね。まあちょっと、まあどのメーカー銘柄にもまあ大体メンソールはあります。基本的にはメンソール多いタイプみたいな、有名なやつにはメンソールがあります。大抵あの特別な味なのを除けば、大抵タバコはノーマルタバコかメンソール味の2つに大体分かれると思います。タバコしてるのが普通のタバコ、メンソールしているのがメンソール、この2つに大体分かります。まあ変わったのはあるんですけど。ああ、なるほど、これ分かってた。まあセブンスターはそういう感じと、まあとりあえず、とりあえずで、まあここから銘柄を紹介していこうと思います。まあじゃあセブンスターから行った方がいいですよね。これはそうですね、この流れからしてね、ちょっと下に置かせてもらいますが、セブンスター、まずこれがノーマルです。ハーフです。メンソールです。で最近出たのに、このリアルスモークというのとリアルリッチというのがあります。この他にもメンソール、例えばこれ12じゃないですか、タールか12ですね、5とか7とかあるんですよ、いろいろ。それによって色とか変わってくるんですけど、それを全部追ってるともう数が大変なことになるんで、まあ、大雑把に見ていただいて、もうノーマル、ハーフサイズ、メンソール味がまあ各種あって、でこれが最近出たやつと思っていただければいいと思います。でですね、セブンスターは軽く1行で説明 してみると、まあ、女性もよく好む、意外と。そして吸いやすく香りが豊かで、味も濃いです。はいはい。でよくアニメとかでタバコ吸ってる描写が出るときに、セブンスターを吸ってる率が結構高い、うん、あ、そうなの、意外と。へえ、それは知らんかった。わかりましたか。はい、次行きましょう。星野さん、星野さんもさっき言っていたホープ、ホープ、これがホープですね。見たことありますか。うん、安かった気がする。ホープはなんかちっちゃくてさ、210円とかそんぐらいで買えるやつでしょ。そう、普通のタバコっていくらぐらいか分かります。420円からまあ480円ぐらい、60円ぐらいですかね。460か、
ホープってなんで安いか分かりますか？ちっちゃくて本数も少ないから。実はタバコのサイズは変わんないんです。案外あ変わんない。でも20本入ってるところが普通のタバコだったら10本なんですよ。ちょうど半分、箱がちっちゃいからね。多分中身も少ないなと思ってたんですよね。でもここからちょっと豆知識を言わせてもらうと、タバコの販売機ってあるじゃないですか、自動販売機、タスポで買うやつ、あれってホープ普通他のタバコと同じ値段なの知ってます？マジです、マジですか？ただヤクルトが自販機売ってるんだって見たことありますか？ああ、あれね、90円とかで2本出てくるやつとか。それと同じで、同じ値段でも2個出てきます。あ、2個出てくる。だからホープがホープ2みたいな感じです。ああ、なるほど。ホープは説明すると安いが重めで、安くて、まあとりあえず一番安いっていうのが、まあ、特徴ですね。で、あの仕事がなんか長時間労働とか重めの仕事で、かつ休憩が短いような仕事ってあるじゃないですか。あの、まあ、工事現場の人とかみたいな、そういう感じの人のに向けた短い時間でも十分吸えるようなタバコみたいなのがホープ、結構好みますね。で、重労働者みたいなのが多分ホープ好むかなって思いますね。まあそういう人たちをホープすると。はい、そんな感じです。次いきましょう。次がこちらメビウスです。あ、これよく見るね。なんかいろんな種類あるね。メビウスは今トップレベルで数が多いです。なんかね、うん、なんかそういうスーパーとかを 見るとね、メビウスだけでなんか列の半分ぐらいなんか種類あるよね。メビウスはそうですね、ユーザーが多いですね、結構、うん、なんかちょっとした違いもあるよね。なんかそうですね、メビウスの特徴はもう本当に味によって様々なんで、やっぱ強いてあげるのであればやっぱ種類が多いことですからね、うん、私も今日持ってきているんですけど、これがメビウスのオプションリッチプラスですね。あ、じゃあちょうどいい機会なんで、このメビウスでちょっと説明させていただこうと思うんですけど、先ほどピース見てください。これ普通のタバコじゃないかと思います。そしてこちらのメビウス、ここになんか変なのついてるの分かりますか？スーパーボールみたいに、奇跡のスーパーボールみたいな、ここにいるのも分かりますか？ああ、見えました、見えました。見ました。ここにいますね。これ何だか分かりますか？これ、カリッてするやつ。カプセルです。これ丸いのが実際ここに入っているんですよ。ここは、こっちのピース、普通のピースを押してもふにゃふにゃです。これは、こう、ちょうどここを噛むと、カリッていって、ミントみたいな違う味に変わることができるんですよ。もともとは普通の味なんですけど、これ噛むことによって近いじゃないですか、口に。近いですね。口に近いことでさらになんかミントとか倍増するっていう、ここで広がる感じですね。多分これ押してみればこういう感じでパチってカプセルが割れたの分かりますか？分かります。今カプセルは液体とかじゃなくてもフレーバーなんで、割っても特に水とか漏れたりはします。こんな感じで味を変えるシステムがあるということをお伝えしたかったです。よく聞きますもんね、カチ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 。まあそんな言わないと思いますけどね。カチ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 よく言いますからね。そう、ライターの音じゃないでしょうかね。まあ全然メビウスは種類が多いということで、はい、まあ、選ぶ際は、まあ、試してみないとわからない。あと種類が増えたり減ったりするんで、自分の好きな味が突然なくなったりするのもあれかもしれないですね。とりあえず吸ってみようみたいな、気になったら吸ってみようみたいな。そしてこれがウィンストンです。あ、ウィルキンソン。ウィンストンです。ウィンストンはあまり知っている人はいません。ウィンストンも実はメビウスレベル種類は多いんです、通算すると。でもウィンストンを知っている人はいません。ウィンストンの特徴は比較的吸いやすいことです。ただし味があまりないんですよ。味が薄いというか、なんか安っぽいような味がするんですよ。個人的な見解なんですけど、で、星野さん、はい、キャビンとかキャスターとかのタバコって名前聞いたことありますか？キャビン、キャスター。キャビンは知らない。ただキャスターとか、キャスターはなんか聞いたことある気がする。ここにキャビンって書いてあるの分かりますか？あ、ケビンだと思ってた。実はキャビンって元々違うタバコなんですよ。
これがキャビンです。おで、これがキャスターって呼ばれるやつです。こっちの方が聞いたことあるな。キャスターは、キャスターはバニー味のタバコで、よくスナックのママとか吸ってるイメージがあったやつ。これ両方ともスナックのママとか吸ってるイメージがあるタバコだったんですけど、これらはもう今売ってないんですよ。絶版なんですよ。で、全部 ウィンストンに吸収されたんですよ。宝トミー的な、そんな感じですね。まあよくわかんないんですけど、多分元々の会社が一緒で、ウィンストンっていう銘柄が元々あったのに全部併合しちゃったみたいな感じですかね。名前がややこしいからって感じで。そうですね。でも知っている人は少ないですねって感じです。これもいろんな種類があります。そして次がハイライトです。ハイライト、これ聞いたことないな。ハイライトも結構有名ですけどね。これは昔からあるようなタバコですね。あのタバコって大抵こういうウィンストンみたいにこう箱でしっかりした箱でパコッと開けるタイプじゃないですか。あ、これ上のやつですね。これはあの上の最初銀紙のところ、銀紙のやつがあって、ペリペリして紙もペラペラのやつです。それ確かメビウスでも見たことあります。メビウスも多分今はあんま売ってないと思いますよ。いや、このタイプありますよ。多分古いタイプじゃないかな。古いタイプですかね。もあの最近のメビウスは本当に多分しっかりした箱になってると思うんで、初期メビウスによくある特徴かもしれない。前バイト先でそれでその違い言われたことありますよ。でもまあ物によります。はい、じゃあハイライト。ハイライト、ハイライトはさっき言ったセブンスターのフィルターにとても似ています。フィルターが、フィルターってわかりますか、うん、フィルター、あのこの短い この部分です。短い本部、綿が入っているんで、これがないのとあるのじゃこう葉っぱが直になったりしちゃうんで、これで仕切って煙をうまく吸うようにするシステムなんですけど、この部分がとてもセブンスターに似ている。ハイライトはそういう特徴があります。ただ同じ会社というわけではなくて、かつパクったわけじゃなくて、たまたま似てるっていうだけです。似ちゃったんですね。はい、でハイライト吸ってる人はこの後説明するアメスピとかも好きな可能性がありますね。味が似てるんで。でこれピースです。さっき言ってましたね。ピースです。これが初期ピースです。これが最近のピースです。ピースはフィルターにバニラ香料が入ってるんですよ。だからちょっとフィルターがバニラ味風味を出してるんですよ。ああなるほど。で甘くてうまいっていう特徴があります。結構好きな人が多いんですけど、でも悪臭につながるっていう。これを吸ってばっかりいると服とかについちゃうと結構悪臭が目立つかな。でもうまい。結構昔からあるタバコですね。でピースは本当にあの結構コアなファンが多いんですよ。なんでピース感って言われる、同じ20本入ってるんですけど、なんか特別質のいいピースで20本で1000円っていうのがいます。高いっすね。それとは別に50本入ってるメンソレータムみたいな缶で1000円っていうのもあります。いろいろあるのがピース、結構ファンが多いのが特徴ですね。そして次、タバコ種類ありますね。結構結構ありますね。まだ半分いってないんで。あ、これ銘柄はこれなんていうか分かりますか。ピアニッシモ。そうです、ピアニッシモです。ピアニッシモは、まあ、女の人向けのタバコなんで、タールが軽い場合が多いですね。1、これも1なんで。これ見覚えありますね。これもよく最近言ってますね。美人が吸ってる印象が結構強いです。細めでスタイリッシュです。結構細いんですよ。普通のタバコの半分ぐらいですかね、細さが。そしてここからイレギュラーなのがいきます。若葉。あ、知ってます。これはエコゴールデンバット。これ知らないです。新生。あ、これ見覚えある。ゴールデンバット以外は見たことある。ありますね。基本的にゴールデンバットはあんまり売っていません。新生も取り扱っているところは少ないかもしれない。コンビニでは売ってないし、新生は。スーパーぐらい。若葉とエコーはコンビニでも大体見かけるような。これはよく見ますね。ゴールデンバットは本当にタバコ屋さんじゃないとあんま見ないかもしれないですね。これちょっと絶対全然見たことない。この4つのタバコの特徴知ってますか？安いんじゃないですか？そうです、安いんです。普通のタバコが400いくらする中、こいつらは260円とか240円とかですね。まあホープよりちょっと高めかなぐらいですね。でも20本入ってて、200いくらなんで安いですね。ちなみにこれはもうこの4つしか種類はありません。基本的には若葉はタールが19、高
おっさんが捨てるイメージがありますね。結構強いですよね。エコーが15、ゴールデンバットが15、シンセが22です。多いですよね全部。意外と安い割に多いんです。安いらいいってもんじゃないんですね。若葉は安いがニコチンタールは多め、体に悪い。まあそうですね。でも昔からあるタバコなんで元祖タバコ感がありますね。こいつら全部元祖タバコですね。もう基本的に上銀紙なんで全部。ああ。でエコは、まあ、大抵のコンビニで最安価、一番安いです。そうですね、一番安いのは大体エコーかもしれないですね。でタバコ屋さんでしか売ってないんですけど、基本的にゴールデンバットが根本的に今のタバコの中で全一番安いかなと思います。あ、そうなんですか。コンビニとかだとエコーが一番最安価なんですけど、全部合わせてみるとゴールデンバットが一番安いと思います。でこれは古くからバットの通称で親しまれるタバコですね。結構なるほど、一時期一番捨てる人多かったという。まあバットが2つ2匹書いてあるからね。ただ昔からあるってことはやっぱ質がちょっと今のより落ちる可能性はあると。でも逆にそれの方がいいっていう人もいるかもしれないですね。まあそうですね、昔ながらのファンとかは多いと思いますよ。で新生、昔のタバコです。渋いです、味が渋い。新生で、新生というのは新しい世の中って書いて新生なんですよ本当は。これは戦争が終結してこっから新しい世の中を目指そうって時に作られたタバコだから新生って名乗ってるんですよ。だからどんぐらい古い歴史があるかが分かりますね。あ、まあ、タバコに銘柄書いてあるんですね。はい、新生って書いてありますね。じゃあ次行きましょう。星野さん、はい、ここまでが日本タバコです。あ、ここまでが日本タバコ。なんかあんままだよく吹くようなタバコ出てきてなかったりしません？まあそうですね、まああるっちゃありますけどね。まだ種類多い中でも今のところ出てきた中だと、まあ、メビウスとか、まあまだあれですよね、あのスーパーとかコンビニとかタバココーナーの半分ぐらいしかまだ出てきてないですよね。まあ実際そうですね。そうですね。ここから見ていこうと思います。まずこれはちょっとタバコ吸わない人にあんまりよくわかんないかもしれないですね。なんて読むかわかりますか？どれですか？これですか？これです。これ JPS。 はい、 JPS です。 JPS はメンソールです。メンソールしかありません。これ1品しかないです、はい、JPC は。で本当にタバコが好きな人はこれを好む人が多いです。本当に愛煙家みたいな感じの人が多いですね。あなたもどうなんですか？いや私はそんな好きじゃないです。本当になんか山盛り灰皿みたいなヘビースモーカーみたいな人が好きです。これ一回知ったらやめられないらしいです。これ知ったことは？いやないですね。これさすがにないです。さすがにあんま売ってないんですよ、タバコ屋さん以外。あんま見ませんよね。黒い漆黒のパッケージ。いやまずタバコ屋行かないんで見たことないですね。スーパーとかコンビニでもあんま見ないようなタイプ。これは見たことないですね。ないですよね。次これです。アークロイヤル。いやこれもないですね。これも外国タバコですね。あんま売ってないかもしれないです。バニラ味です。バニラ味。はい。で美味しそう。これ特殊なタバコなんですよ。あの最初からタバコとして作られたわけじゃなくて、売れ残ったパイプタバコあるじゃないですか。パイプ葉っぱ入れる、あの葉っぱが売れ残ったから、それで作った、ね、紙巻きとして再利用したのが始まりって言われてます。で未だにタバコとして売ってると。そしてこちらガラム。これもわかんないですね。ガラムもタバコ屋さんじゃなくて本当にコアなタバコ屋さんでしか売ってないかもしれない。種類が豊富な。で、まあタール16、重めです。まあそこそこ重いですよね。重めだけど意外と吸いやすい。というかタールってどのくらいなんですか？平均。平均5ぐらいです。あ、じゃあだいぶ高いですね。1がやっぱ一番軽くて、まあ数字が小さい方が、まあ、5、7ぐらいが相場ですかね。6はあんまないんで売ってるところ、5、7ぐらいですかね。で10超えてくると重い感じですね。ああなるほど。そう思うとやっぱさっきの新生の22とかおかしい、頭おかしいレベルになってくるんですよ。やばいですね。普通の人の平均タバコの4本分ぐらいに相当するんで、その分吸わなくなる可能性ありますけどね。ガーンってくるんで。でもまあ重めだけど意外と吸いやすいインドネシアのタバコです。あこのガラムは。逆にこっから20超えとかまた出てくるんですか？いや、もうこっからはあんまないですね。ないです。こっから意外と軽いのが続くかもしれないです。キャメルです。キャメル。キャメルみたいな。
外国の昔の映画とかだと結構知ってる人多いかもしれないですね。1913年にできたと。はい。で、まあトルコバで、トルコバなんですよ、タバコが。おトルコバのタバコってもうキャメルぐらいしかあんま有名なのってないんですよ。で、癖が強くて日本人にあまり馴染まないんですよ、根本的に。外国人が好むような。で、これはキャメル、結構あれ特殊な経歴を最近たどったんですよ。東日本大震災あったじゃないですか。ああ、ありましたね。東日本大震災の影響で何度工場が壊れてしまったと、日本の工場が。え、じゃあもうで、販売中止になったんですよ、一時期。あで、まあ、そうですよね。で、停止したんですよ、販売が。もう売られなくなったんですよ、キャメルは。しかし、あの販売再開の要望がすごく多くあったため、なんと復活したっていう。すごいヒーローかのようなタバコですね。でも日本人に馴染んでなかったんじゃないですか。でもやっぱコアなファン多いんですね。癖があるってことはやっぱり好きな人は好きみたいなとこあるじゃないですか。ああ、なるほど。そういう感じですね。こっから知ってるのは2個ぐらい続くかもしれないです。クールです。あ、これ見覚えあります。クールも種類多いですね。クールはもうがもうあれですね、メンソの神みたいなですね。メンソールしか扱わないぜ俺はみたいな。クールって名前からしてもメンソールらしい名前ですよね。で、まあ特徴を言うと、新社会人で吸ってる人が多い可能性が結構、23とか4とかで社会人で吸ってる人が結構多い印象がありますね。じゃあ吉田さんとかも吸ってたんですかね。クールは、クールのメンソールは俺はあまり好まないですね。吸ってしすぎちゃうんですよね。吸ったことは、はあります。あります。なんかガムを噛んでる感じになっちゃうんですよね。スーッとしすぎちゃって、タバコを吸ってるって、ね、重みがちょっと足んなくなっちゃうかな。なんかキシリトール的な。はい。だからなんかメンソールが強すぎるのもあれかなと思いますね。他には、まあ、メンソール好き必見、ま、そうですよね。でかっこいい大人のイメージもありますね、結構。だから社会人、新社会人が吸っちゃうとか、そんな感じですかね。次、これケント。あ、ケントはいますか。ケントでもこのパッケージよりもこっちのパッケージの方が結構馴染みが。え、そうですか。そうです。俺こっちの方がなんかイメージ強いんですけど、だいたいケントは緑色が6割ぐらいなんで。うちの店これなんですけど。初期ケントです。初期ケントってノーマルケントですね。多分これあんま吸う人はいないと思うんですよね、ジェットフィルターの。あー、これかな。でもなんか白かった気がする。で、まあケント、要領よく仕事をこなすビジネスマンがするイメージです、結構。だから、まあ、さっきの感じから言うと、新社会人がクールからケントに移る感じですね、根本的に。あ、そういう流れが。でケントは最近の流れからして、ジェットフィルターという特別なフィルターを扱ってるんですよ。ジェットフィルターっていうのは、これタバコ普通あるじゃないですか。これ普通じゃないですか。あ、はい、でもあの、ジェットフィルターっていうのは輪っかなんですよ。ドーナツがあって中空洞になってるんですよ。空洞になってると何がすごいかっていうと、穴があるじゃないですか。その分これがストローみたいになるんですよ。煙がスーって入ってくるみたいな、このタバコの中から。入りやすいと。特別ななんかタバコなんですね。俺はその分そこを敷き詰めろよって思いますけどね。なんか損した気分になりますよね、俺は。はい、はい、なるほど。じゃあ次、これこれもコアですね、タバコ。え、これ見覚えないんだけど。まあないかもしれないですね。チェです。チェ、チェ、チェ系、チェっていうタバコです。あの革命軍の革命家のチェゲバラがパッケージです。おー。でコンビニとかにはあまりないです、やっぱり。で先ほど出たハイライトってあったじゃないですか、日本産の。ハイライトとか、またこの次すぐ出てくるんですけど、アメスピとか好む人がこれ吸う場合が多い。やっぱ似てるってことですね、ハイライトとかに。だから その辺を吸ってる人がいたら、まあ、吸ってみてもいいんじゃないでしょうかって感じですね。はい、ではアメスピです。アメスピは一度企画に登場しましたね。あー、なんかありましたね、言われてみれば。アメリカンスピリットです。あの、はい、マッチドミノの時に吉田がタバコを最後に点灯させて吸ったのがアメスピです、ね、ああですね。アメスピは確かにケースは回収しましたね。はい、アメスピは余分なものが入ってない自然な味わいです。ナチュラルアメスピって書いてあるぐらいなんで自然な味わいです。でタバコの
嫌味がないんですよ。なんかあの臭さというかが少ないみたいな、なんかタバコ嫌われる要素が意外と少ないみたいな感じのタバコですね。初心者に向け、意外と初心者向けでもありますよ。でこのタバコの最大の特徴があります。全タバコの中でおおよそ一番長持ちといっても過言ではないです。あ、そんなに長さは変わらないんですけど、燃え尽きるまでの時間が長いです。結構吸うのは結構時間かかるかもしれないですね。そういう考えるとあれかもしれないです。ホープと逆位置にいるかもしれないです。ああ、なるほど。ホープが一番短く吸うタバコだったら、短い時間で吸うタバコだったら一番長く持ち吸うタバコなんで、まあ逆方面にいるかなと思います。まあ時間がある人が吸うような、はい。でこの後おしまさん、はい、やつが出ます。マルボロ。マルボロです。これ結構ありますよね、緑のやつとか。緑のやつ来ますね。そうそうそう、それ丸、星野さん、はい、一つ聞いていいですか。何ですか。これ丸ボロといったら緑のやつのイメージがすごいありません。ありますね。でも丸ボロといったらこっちです。赤の方が有名なんですか。赤が丸ボロです。緑は丸ボロメンソールです。でも緑の多くないですか、うん、ユーザーは。確かに。そうなんですよ、日本だと多いみたいな。なぜかこちら丸ボロ初期のお手が一番ノーマルなセブンスターでいったら、もうセブンスターみたいのはこの丸ボロのはずなんですよ。なんですが、まあ知ってるユーザーが多いのは緑の丸ボロメンソールという。こっちは緑は特にイメージありますね。ありますよね。例えば先ほどの一番最初のセブンスター出すんですけど、まあこれが一番じゃないですか。一番です、ね、有名なやつじゃないですか。でもこれってあんま見かけないじゃないですか。あ、見ないです、ね、セブンメンソール。普通だったらメンソールの方がまあ劣るというか知名度というか、なんかあんま見ない感じなんですよ。はあ。根本的にセブンスターってはこっちじゃないですか。あ、まあ、でもマルボロは緑が有名という。まあ赤もまあ見たことあるけど、赤はそこまでって感じですもんね。そうですね、イメージとしては。赤はもうあれですね、もうマルボロとも言われず、マルボロって言ったら大体こっちが出てきてしまうケースもあるため、赤丸って言われます。赤丸、赤丸ってなんか呼び方聞いたことありますね。そうですね、これ赤いんで赤丸呼ばれです。こっちはミド丸なんじゃないかと言いきや、そうでもない。こっちは大体マルボロメンソールとか言ったら通じますね。でマルボロはもうメンソールが人気になり続けてしまったため、もうここからメンソールを量産し始めます。ほう。もう赤丸かわいさすぎてしょうがないです。ちょっと赤丸も美味しいんですけど、タバコらしいタバコで、まあメンソールがここから連発しますという。マルボロはちょっと詳しさがあるんで俺に。あ、これも見たことある。青いやつですね、はい、あ、マルボロのアイスブラストって言います。え、これ。あ、こっち、知らないよ。これも結構有名です。マルボのダブルブラストで言います。なんか増えた。で、これがマルボのフュージョンブラストで言います。また増えた。ちなみにこの他にもアイスブラストの進化系みたいな、アイスブラストネオみたいなのが最近出ました。ほう。何回ブラストするんだって話なんですけど。じゃあそろそろダブルブラストネオが出るんじゃ。どうなんでしょうね。出そうですよね。で、まあ、最近出たのに、まあ、マルボロのドライっていうのがあったりします。マルボロのドライは氷結みたいな味がします。あんま美味しくないです。あんま美味しくないですか。はい。ちなみにこれブラストブラストブラストしてるじゃないですか。これめっちゃブラストしてますね。全部カプセルなんですよ。例えばこれアイスブラストいますね。いますね。こいつカプセル1個みたいな感じじゃないですか。カリッてやったらこの青いのがプッてやって数つする感じです。となるとダブルバーストっていうのは2個なんですよ。2個カリッてできるんですか。だから普通の何もカリッてしないタバコと1個カリッてしたタバコ、2個カリッとしたタバコっていう3種類ができるんですよ。最悪1個飛ばして声を吸えば4種類が味が楽しめるという画期的なものではないかなと。ただカリッてするのめんどくさいわっていう人が多かったと。意外と俺は好きだったんですけどね。ってことはフュージョンブラストは3個じゃありません。別に味が変わっただけです。こちらがあのメンソールが徐々に強くなってる感じなんですよ、はい、あの1個噛めばスーッとして、2個噛めばすごいスーッとする感じなんですけど、こっちは一つ一つが味が違う感じで、2個やるとまた別のハーモニーを醸し出るみたいな感じなんです。
がフュージョンなんですね。なるほど。だからダブルの冷たさがダブルバーストで、まあ、フュージョンしたなんか特別なクールさみたいのがフュージョンバーストってことですね。まあ軽く分かり、うん、いただけたでしょうか。まあなんとか。でマルボロはまあ若者や大学生が多いですね、吸ってる人は。おで割と味は濃いめです。あ、濃いんですか。濃いです。で濃いのでちょっと喉を痛めやすいです。はあ。ガラガラになったりしするかもしれないですよね。だから風の時丸ボロきつかったりしますね。あ、そういうことあるんですか。例えば風の時ってもうただですゲホゲホするんですから、タバコ吸ったら結構きついんですよ多分あれ風の時って。ちなみにご経験は。あります。あります。で俺基本的に丸ボロ吸ってたりしちゃうんで、あのまあ丸ボロっていうか丸ボロユーザーの豆知識というのがあるんですけど、豆知識ってあるあるっていうのがあるんですけど、はい、マルボロユーザーは普段マルボロを吸っています。まあ大体メンソールとか吸っています。でも濃い、味が濃い、風邪をひいてしまった、喉が痛い、吸うとゲホゲホする、そんなマルボロユーザー突然クールに解体します。普段クールをけなすくせにマルボロユーザー風邪ひいた時だけクールを吸って、あークールのこの涼しさが喉に染み渡るわって言ったりします。クールは風邪ひいたよみたいな感覚なんですかね。俺はクールは風邪ひいた時用だと思ってます。はい。だから普段吸ってるとバカにすると、はい、風邪でもねえのに吸ってんじゃねえみたいな。決してクールユーザーは丸ボロのこと何も罵倒しないのに、丸ボロユーザーは風邪ひいた時だけ吸うくせにクールをバカにします。クソ野郎なんですかね。スーッとするだけのクソとか言ったりします。じゃあもうそなくていいんじゃないですかね、そんなやつらは。まあまあまあ許しやってくださいよ。マルボロユーザー一番ね人口多いんでね、基本的に許す。まあ多数に不税みたいな感じですよね。ラークです。あ、ラークも知ってますよ。ラーク、これ一番有名なラークじゃないですかね。赤字のこれは有名ですね、確かに。ちなみにラーク一番の特徴、口が臭いと言われます。はい。タバコのタバコ吸った人の後のなんか周りに漂うようなじゃないですか。 あれの癖が一番強いです。そうなんですか。はい。で味がやっぱ濃いです。マルボロより濃いかもしれないです。タール級。ただラークはもう味が濃すぎるため、もうマルボロユーザーみたいに突然風邪ひいた時にクールに変えたりとかはもうしないです、うん、もはやあの味薄ってなるんで多分しないと思います。おでこれを吸う人にはあれですね、勝負師みたいな人が多いです。麻雀好きな人とかパチプロとかがタバコ、あれタバコ吸いながらパチンコとか打ってるイメージがありますね。なんか吉田さんそういう雰囲気出てますよね。でもあれですね、どうなんですか。私はあのラークは吸ったことほとんどないんで、もらってちょっとぐらいなんで。今後吸おうと思うことは。いや特にないと思いますね。味がちょっと濃すぎるんですよ。あ、じゃあ勝負師じゃないんですね。勝負師じゃないかもしれないですね。次行きましょう。次行きましょう。次ちょっとまだまだです。あとどのくらい残ってるんですか。もうちょっとですよ。ブラックデビルです。ブラックデビル、なんか聞いたことあるようなないような。インカンカってぐらい黒いです。あ、黒いっすね。キュポッテできそうなぐらい黒いです。え、これってあれじゃないですか、あの卒業式にもらう。あれじゃないです。キュポッテスポッテのやつ。小田さん、ブラックデビルめちゃくちゃ甘いです。甘いんすか。甘いですね。辛そうじゃないですか、すごい、はい、すごい重そうなタバコじゃないですか。めちゃくちゃ甘いです。ちなみにチョコ味です。タールはどのくらいなんですか。タールも確かそんな重くなかったはずです。10以下とかだと思いますよ。なんか見た感じ30ぐらいあるような。ないですよ。もうめちゃくちゃ甘い上にあれチョコ味で、吸い終わった後に口に白い甘ったるい粉みたいにつきます。ある意味デビルなんですね。ある意味デビルですね。デビルは実は人間に甘かったっていう話ですね。見た目すごいエグそうなんですけどね。ですね。次これです。これ なんでしたっけ。パーラメントです。あ、名前わかんないですけど、パーラメントもまあスーパーに売ってるかなって。基本的に売ってると思います。あ、言われてみればありますね。3種類ぐらい売ってる可能性がありますね。確かに ありましたね。これはでパーラメントっていうのはこのフェルターの吸い口の部分、この線までの部分あるじゃないですか、フェルターの、ね、ここが長いです。長くて
して一番タバコとして異端な性質があります。このタバコを冷やすと美味しくなります冷やすと、なぜか冷凍用わからないんですけど、理論が誰もわかんないんですけど、冷蔵庫とかに入れて冷やすと美味しくなります。風味が出るのか凝縮されるのかわかりませんけど、冷やすと美味しくなる。そしてこれを吸ってる人は違うタバコに変えた時に特殊な違和感があります。すごい、なんすか。いや、それはよくわかんないですけど、謎の違和感があるんです。謎の違和感、癖っていうか、多分パーラメント自体に微妙に癖があって、それから体になんか擦りつけられてると違うタバコ吸った時に癖が感じちゃうんじゃないかなと思う。ちなみに拓郎さんは？あ、俺は甘いパーラメント吸わないですよね。吸わないですか。はい、でもう1本もらって吸ってからすぐ、まあ、自分のタバコに戻したんで、まあ、特に違和感はなかったかな。すぐじゃ違和感ないんですか。すぐは多分違和感あんまないと思うんですよね。箱1個ぐらいやったら多分変わるんじゃないかなと思っていますね。次行きましょうか。あと4つです。あと4つですか。はい、拓郎さん。はい、36分です。はい、大丈夫です。ラッキーストライク、これ見たことないですね。ラッキーストライクも多分売ってると思います。昔の昭和のタバコみたいな外国産の、これはあれです、あのゴールドラッシュの時あるじゃないですか、金山の、はい、の時に金を掘り当てた人がラッキーストライクみたいなことを言ったんですよ。当たったぜみたいな。ああ、それのスラングから来てるんですね。ああ、なるほど。で味が辛いです。激辛。はい、でこれを好きな人には先ほどのラークやあの赤い丸ボロ、赤丸好きな人が多いですね。だからそれらも味が濃いってことですね。はい、次残り3つ。はい、ウエスト。いや、これ知らない、ね、これもあんま見ないですね。これタバコ屋さんじゃない、多分あんまないですね。ウエストもでも種類は多いです、結構。でこれはアメリカンブレンドと呼ばれるブレンドバーで、特殊な3種類の葉っぱを調合して作ってるんですよ。ほう、これだけですかね、多分タバコ葉を調合して作ってるタバコ。あ、そうなんですか。はい、まあ、種類は豊富ですね。いろんな、そこそこ珍しい。はい、まあなんかコーヒーとかと一緒でアメリカンブレンドなんですね。で、ですこれ赤いやつじゃないですかね、星野さん。はい、赤いやつだと思うじゃないですか。はい、まあ特徴、真の骸骨マークがパッケージです。まあこれですね、絶対これ赤いやつですよ。骸骨でやってます。これあれですか、さっきのブラックデビルと一緒で、すさまじく甘いかすさまじく重いかのどっちかの可能性があるじゃないですか。甘いですか。じゃあ普通にうまいタバコですえ、吉田さん、なんかこの下に書いてある、なんかいつも書いてある喫煙はあなたにとって脳卒中の危険を高めますみたいなのあるじゃないですか。はい、すごい、なんかこれしっくりくるんですけど、このタバコに関しては。でもこのデスはあれですね、びっくりするぐらいノーマルなタバコです。吸ったんですか。はい、最初はビビりながら吸いましたけど、普通にうまいタバコです。ただあんまり売ってないです。タバコ屋さんじゃないと取り扱ってないかもしれないですけど。こんなパッケージしましたね。はい、すごいですよね。下にノートってつけたいぐらいですよ。それは違う漫画になっちゃいますね。ダメでした。はい、最後にじゃあブラックストーンです。ブラストって呼ばれますね。いや、知らないっすね。ブラックストーンはこれも、うん、先ほどもあれありましたけど、アークロイヤルみたいな感じでパイプタバコのフレーバーだったのを、多分残ったかなんかでタバコに流用したようなやつですね。はあ、ちなみに星野さん、はい、あの7って漫画あるじゃないですか。7、まあありますね、うん、少女向けのバンドの漫画ですけど、はい、あれのバンド名がブラックストーンって名前なんですよ。タバコじゃないですか。なんですよ。でバンドメンバー、ギターの人とベースの人とドラムの人、みんな、まあ、ブラックストーン好んでるんですよ。主人公7がボーカルなんですよ。主人公の7の捨てるタバコはセブンスターです豆知識ですね。舐めてんのかお前はってなります。豆知識でしたね。豆知識ですね。まあこれで以上で。以上ですね。まあ今回写真は持ってこなかったんですけど、あのアニメキャラ
なぜかよくわかんないんですけど、結構昔に廃したタバコなんですけど、ジタンカポラルっていう青い、なんか女の人が踊って、貴婦人が踊ってるようなタバコがあるんですよ、はい、絵柄が。そのタバコ吸ってるケースが多いんですよね。そこルパン三世とか吸ってたりしますね。ルパンってセブンスターとか吸ってないんですか？ルパンはなんかジタンカポラルしか知りません。お、じゃあ現代にルパンがいたら、まあ、禁煙状態ですか？そうですね。なるほど。でも昔はジタンカポラルは日本には売ってないタバコだったらしくて、でルパンが吸ってるのは日本には売ってないタバコで設定だったからジタンカポラルを取ってきたんですけど、まあ、その何年かした後に日本で売られるようになったというタバコらしいですね。あんまり俺もちょっとそれに対する知識はあんま持ち合わせてないです。さすがに知ったことはないと。はい、結構昔のカブタバコなんでね。じゃあ拓郎さんもいつか吸える時代が来るといいですね。そうですね、もう廃盤だからいつ吸えるかっていう感じですけどね。はい、じゃあまあ以上ですかね。はい、これでまあタバコの、星野の知らないタバコの世界ちょっと分かっていただけたでしょうか？まあちょっとは分かりました。まあこれでまあ明日から少しはタバコの知識を身につけて、吸わないながら生きていけると思います。まあ謳歌してもらいたいものです。そうですね。以上、ではさよなら。以上、本日のゲスト吉田さんでした。バイバイ。